みんな前に来ないと次の日呼べません。そこはちょっと行き過ぎですかね。さすがにちょっとそれはちょっと行き過ぎですかね。星があるね、サトシン、星があるね。さっきも出たのに星があるわ。出たがりなところもありますけど、それはやっぱ自分のパフォーマンスの時にですね、やっぱりね、食べておいてくださいね。ではそろそろお呼びいたしましょう、はい、しましょう。それでは6番目ですね、6番目のエントリーナンバー6、はい、堀尾正信さんです。どうぞ、拍手でお迎えください。もともとは冷暖じゃないので、よかったらお渡しします。街外れには小高い丘があって、映る景色がジオラマのように小さく霞んだ。この世界はあまりにも危うく、誰かのことはだけで崩れてしまいそうになるんだ。輝く季節も大切な人たちも、何もかも全部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 過ぎ去ってく。でも君だけは僕の中にいるんだ。いつまでもこの想いは変わらない。確かに感じた、ちょっとテンポ上げます。クランプハウス。生きてくわけは誰にもわからないって、乾いた空に舞い上がる風の声が聞こえた。ちっぽけなこの歌も、懐かしい優しさも、いつの日か全部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 過ぎ去ってく。手を振る
君が見えるかな。 Oh Ooh Oh yeah Oh Ooh Oh yeah。 はじめまして、堀山園です。次は聞かせます。クマさん、カモン。はーい。あっちも開けたからやってきたんですけど、ね、めっちゃしてますから大丈夫です。ギターさんの代わりにクマさんを使います。告白。私の中のあなたをいつも殺して生きてきた。誰もが知るあの歌が私には響いた。笑いたい時では笑う、笑うべき時に笑って、狭い水槽の中も真四角に泳いだ。あなたが私を救いあげてくれるなら、その運命と呼ぼう。堀山さんです。よろしくお願いします。
はい、2曲続けて歌わせていただきました。何なんか食ってる。後で後で、ああ。歌わせていただいて、1曲目が弾き語りで、フォーエバーソング、ね、2曲目が、平井堅さんの告白、これダブルの悲劇の、 あのドラマの主題歌になってて、でまあなんかあの個人的にドツボにハマったので、ちょっとね、あの今の季節全く関係ないよね。どっちかというと真反対だよね。クリスマス予定ある人手挙げて。予定ある人の中でお仕事って人は手下げて。あれお仕事じゃなかった。うん、ああじゃあ今日あのぜあの今週の月曜日火曜日か火曜日にあの別のところでライブさせてもらったんですよ。その時にあのデートの人がいたんですよ。その時にはあのリア充爆発しろって言ったんですけど今日はねあのどっちかっつったらあのみんながあのその手を挙げる人に言うパターンですよね。でまあね、あのちょっといろいろ鬱憤溜まってると思うんですよ。あのねこの時期ね、あイルミネーション綺麗なんですよ。ねお店でやってるのもね、なんかクリスマス商戦とか、まあ、うちわの話だ。ね、うちわの話、クリスマス商戦とかでね、物が安くなったりするんでね、買い物とかにはいいんですけど、あのカップルがうろうろしてたりね、あのそういうのが鬱陶しいので、あの皆さん鬱憤溜まってると思うんですよ。なので皆さんで叫びませんか。はい、で、いうことで頑張ってあの、絶対叫びますよ。頑張れ絶対叫ぶ。みんなで叫びましょうということで、ラスト1曲ですが、聴いてください。というか、みんなで叫びましょう、yeah. メリッサ、yeah. 君の手で小さい手恋しの行くわけのもんね。